そして世界は深い深い闇に覆われたのです。魔人が世界を滅ぼそうとしたその時、一人の勇敢な魔導士が現れたのです。世界に夜明けをもたらすために魔導士は魔人と戦い、こうして魔導士は魔法帝と呼ばれ伝説になったのでした。魔法帝って今もいるんだよね。ええ、このクローバー王国が平和なのは魔法帝のおかげ。すっげー、よーし決めた。